え、何になるんですか、未練って。断捨離でずっと物が捨てられない人の特徴ですよね。もしかしたら何年後に使うかもしれないって、外出てぐちゃぐちゃになってきたら、まあ、全部いらないの、はい、さよならって感じ、はい、無駄なの。かまたくさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕1、2年前に取材をさせていただいたことがありまして。全然ないですね。こちらのこの記事は覚えてる。あ、この記事は、じゃあ僕の存在だけ綺麗にスッと消えてるってことですか。そうですね。で、実はその前回の取材の際に、人生何かと断捨離しちゃった方が楽に生きれるよっていうことをお話しいただいたんですね。はい、そんなこう人生意外といらんもんだらけよっていう哲学を持つ天田さんに、 KDDI 株式会社が提供する 2.0 という新プランを紹介させていただきたい。まずは浜田さんご自身の断捨離人生論みたいな部分をちょっと改めて深掘りさせていただけたらと思っております。よろしくお願いします。お願いします。例えばどんなものが邪魔と。ほぼ全て人間関係含めて。不安とかはないんですか、捨てちゃうことに。あれ、人間関係も一応同じ職場だし、本当は嫌いでできるだけ関わりたくないけど、はい、ちょっとまあ捨てれないよなとか。私の場合は捨てても通用する職場を自分で作っただけです。あ、場所を、はい、世の中がそれで生き抜けないのなら、はいはい、私はこの世の中には行きたくないと思って場所を作った。はい、自分の通りがまかり通る職場に移動すればいいか、自分で作ればいいか、はいはいはい、私はそっちにしました。じゃあ鎌田さんから見て、いるいらないの取捨選択の選択基準って何なんですか。基準考えたことないもん。だからそれが無駄だって言ってんのに、あ、誰も分かってくれないの。どういうことですか。それを考えることが無駄。もう基準を考えなきゃとか、はいはい、この基準でじゃあ考えればいいんだっていう考えがもう邪魔なので。なるほど。もうそのもうそれが無駄なのに、もう何も分かってないじゃんってなる。なるほど。だから無駄だって言ってんのに。はい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 、はい、無駄なの。変な基準とか、このぐらいいたら何々とか、あれぐらいあったら何々とかがあって、それがぐちゃぐちゃになっていっぱいあるからいっぱい悩むんですよ、はい、あ、全部いらないの。そしたら何もなくなるの。はい、さよならって感じ。そう、基準がいらない。ごちゃごちゃそもそもしてるから。あ、そう、何も決めれなくなってる。あ、そう。あ、じゃあその時にいいと思ったかどうかだけっていう、そう。あー、なるほどな。同時に捨ててしまったものの中に実は可能性があったんじゃないかみたいなことを、考えない。考えないです。考えないです。だって捨てたじゃん。おめえのせいだろって感じで。ああ、もう自分でやったんだ。自分のせいだから別に関係ないです。そもそもそんなにもう未練が生まれないですか、捨ててから。ないです。え、何になるんですか、未練って。やっぱりなんか後で役に立つかもみたいな。断捨離でずっと物が捨てられない人の特徴ですよね。もしかしたら何年後に使うかもしれないって、ずっと取っててぐちゃぐちゃになって、まあってなっちゃう。それですね。あ、それが頭の中で起きてるのか。よくあるやつ、うん、いらないと思ったら一回捨てるんですよ。でももう一回買うかもしれないんですよ。また欲しくなるかもしれないじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ、それは分かんないですけど、はいはい、今はいらない、はいはいはい、で決めればいいんじゃないですか。だから頭の中に数は少ないけど常に何か必要なものがある状態になってるってことですね。まあそうですね。あんまり頭が良くないので、頭がいい人はいいんですよ別に。整理できるから、はい、あのいっぱいあってもいっぱいすぐ出てくる人はいいんですけど、はいはいはい、私は頭が良くないので無理なんです。シンプルなことをずっと言ってるんですけど、めっちゃ難しく考えるんですよみんな。あ、じゃあこれはとかって一緒だっつうのみたいな。だからもう超一言で言うと、うん、いらねえなら捨てろって終わりです、うん、邪魔みたいな、無駄とかで終わりです。なるほどな。いや、めちゃくちゃしっくりきます。その哲学改めてお聞きして、 KDDI の新プランのポボ 2.0 を今日紹介させていただきたいんですけど、はい、一言で言うと、自分に必要なものだけその時々で選んで足していけるっていうプランなんですね。はい、ベースプラン0円で、そこからお客様自らプランを作っていくことができるっていう、月額っていう概念がなくなったプランになってます。大きく特徴が2つありまして、まあ、1つ目は機能のトッピング。例えば電話長くする方であったらかけ放題プランでいいし、電話しないし、はい、なんか短い要件とかで終わるようなって人だったら5分以内かけ放題プランっていうものを選べたり、はい、ライフスタイルに合わせてトッピングをしていけると、うんうん、で同じようにデータ容量ってあるじゃないですか、はい、ギガとか、はいはいはい、に関してもトッピングしていけて、1ギガ3ギガ、20ギガ、60ギガ、150ギガ使い放題の6種類から今の自分に合った容量を選んで足していけるっていう。
こういったベースにプラスしてコンテンツトッピングというものもありまして、ダゾーンさんであったりとかスマッシュさんなどの動画配信サービスなどもトッピングをできると。基本動画配信サービスとかって月額でずっと更新されていくっていうプランになってるんですけど、こういったものも例えばダゾーンを7日間使い放題パックで760円とか、スマッシュも例えば24時間使い放題で220円っていう、やりたいから今だけいるっていうトッピングの仕方ができるっていうようなプランになってるんです。これが特徴1。いいんじゃない、どのぐらいの頻度で買える24時間単位、24時間だけ使い放題。あ、24時間使い放題もできる、もうあります。はい、便利、それは便利だね。もう普段使わないよ、0円で使って今日だけ YouTube みたいに。あ、それも、あ、それは便利。え、めっちゃ良くないだって。そうですね、確かに。そこまで細かいと思わなかった。月ごととかかと思った。使わない日ってありますもんね。あ、もちろんもちろんもちろん。今日急に休みになっちゃって暇でみたいな日にできるってことですよね。それはいいね。日単位でもできるし、もうちょっと長い単位でもできるし、本当に必要に応じて必要なギガ数であったり機能であったりっていうのを常にこう選びながら使っていく。で、特徴2がギガ活というものがありまして、日常生活でお買い物をする中でデータ容量を獲得できるっていうものになってるんですよ。例えば1ギガだけプラスして買うとかがまああったりするんですけど、はいはいはい、そういったものを購入するんじゃなくて提携のコンビニであったりカフェであったり飲食店だったり、まあ、そういったチェーン店だったりお買い物をすることによってギガ獲得できるっていうような内容も含まれているんですよね。これはいい、どうせ買うならってなんですよ。どうせ買うならっていう、うん、で、まあ、この大きな2つの特徴の機能のトッピングとギガ活っていう、はいはい、その両方が使いたい時に使いたい分だけ足していけるっていうところに集約されるなと思っており、ほぼ 2.0 であればその時に必要なものを常に継ぎ足し継ぎ足しで足していくシステムなんで、無駄になっちゃうことがないっていうのが、あ、これなんか僕がめちゃくちゃ熱こもってプレゼンしちゃってますけど、すごいいいなって思って。で、なんかこの感覚ってすごい鎌田さんの今いらねえもんはいらねえ、いる時に手に入れればいいっていうのとすごい重なってるなって思い、私が au だってこと知ってて言ってます。え、あ、私20年間 au なんですよ。そうなんですか。私20年、マジですこれガチ、バレてんのかと思ってた。やるじゃん KDDI。 推のやるじゃん KDDI が、さすがね、20年推してるだけ。いや、そうですよね、そうですよね。もう始まってるんですか。始まってます。今私の携帯でもできちゃうと。できます。あ、できるんだ。ちょっと動きましたか、心。なんその私が心動いてないみたいな。そんなドライに見えました私。刺さってるようにちょっと勝手に。あ、すごい刺さってる。あ、本当ですか。うん、あ、よかった、ちゃんとしてた。その契約をすることによって KDDI で入ってるその私の携帯のプランとかどうなるの。ポボになるってことですか。勝手にやってくれるってことです。そのポボにやったら番号も変わらずそのままプランだけポボのベース0円からのプランにできるよっていうことですね。え、急にじゃあ今日からポボってことができるってことですか。即切り替えれる、すごいね。スピード感がないやつ忘れちゃうんですよ。2週間後とかも覚えてないから、今やりたいんですけどみたいな、時間限度はこっちはってなるんで、あ、それならいいかも。なんでこれ流行らないっていうか、その話題にならないの。絶対もっと流行っていいよねこれね。だから au 全員これでいくね。だってそれでいいよね。全員今日から切り替えれるわけですもんね、本気出したら。めっちゃいいと思う。でちゃんと見ながら、あ、これとこれとって選択できるってことでしょ。めっちゃいいじゃん、これ。めっちゃ本当に良かった。なんか本気で思ってくださってる。本気で思ってる、うん、私やらないことは本当にやらないし、めんどくさいことは本当にずっとこんなんなんで、はいはいはい、めっちゃいい、良かった au で。切り替えるよ私。本当ですか。代わりの電車とかで。早い早い。え、マジでやるよ。もっと宣伝しないの。CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。CR25 はそういう思いで皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。